皆さんこんばんは。ゆっくり霊夢です。マクドの辛いナゲットにハマってる、マリサだぜ。さては西の人間やな。前回のダビスタ。ブラック移動の快進撃は止まりません。マイルちゃんも決めてくれたわね。他の馬も続けー。それでは本編スタート。まずはドリームスターです。阪神ジュベナイルフィリーズに使います。前走はファンタジー1着だったな。ここは期待しかないわね。鞍上は U1 です。牝馬の U1 頼んます。昔はそんなこと言われてたわね。状態もいい感じです。さあ行こうぜ。人気はどうだ。名将マンゴとアベンチュラが相手ね。なかなか強敵だな。こっちはファンタジーの勝ち馬だぞ。最近はアルテミスの方が存在感あるよな。いいな。さあフィリーズたちよ頑張ってくれ。まだあどけなさが残る2歳牝馬の決定戦。クラシックの階段を駆け上がるフィリーズたちの大きな挑戦が始まります。さあドリームスターまずまず。ここは先行か。まず何が行きますか。5番マルモセーラ先頭に立ちます。2番かかってますリスマス。まだまだフィリーズですから。ドリームスター好位をキープ。内から14番食い下がるドリームスター。ドリームスター先頭。さあ最後の直線。ここは先頭か。ドリームスターあるとこへ頑張れドリームスター。少し離れて追走。ここから坂を駆け上がる。内からはアベンチュラ。しかしアベンチュラこれが池添健一の勝負強さか。ドリームスター踏ん張ったが2着まで。うん、 G1 勝ちまであと一歩だったがな。クラシックで挽回と。誕生は池添健一騎手。しかし9番人気でよくやったよ。そもそも9番人気はどうなんだ。しかしこれで来年が楽しみになったな。と思ったら添えになりました。悔しいです。どちらにせよ放牧だしいいか。気にせず行こう。さてブラック移動を阪神カップに使います。 G1 連勝中で負けられないぞ。阪神カップは相手が強いからな。こっちは王者だぞ。それじゃあ王者としての振る舞いを見せてもらおうか。エスペランスレイブは有馬記念で大敗しました。幸先悪いな。さあここは上位人気だ。ビッグアーサーとスマイルジャック、モーニングあたりが相手ね。軽量だし問題ないでしょ。念のため親父も召喚。うっきょう。登場の仕方がセルジュニアなんよ。芝 1400m、コンディションは良。スタートしました。よしブラック移動まずまず。いい感じですね。伸びしろですね。まずは先行争い。早くも先頭、13番、ミスターメロディ。ここはとてもいい流れって感じ。シャイニングレイ、かわして先頭。5番、アクティブミノル、好位をキープ。さあ最後の直線。ババの真ん中ブラック移動。シャイニングレイ、4頭ほどが固まった状態。ここで先頭が変わった。4頭ほどが固まった状態。食い下がる、シャイニングレイ。さあこれが G1 馬の走り。さあ降りて、ぶつかり稽古だ。さあ抜けました。しかし外から、やはりビッグアーサーか。しかし振り切る。これが G1 馬のど根性。あっぱれあっぱれ。これでも連勝くらいかな。おっさん、これも降りセットですよ。信じられない。それバレンタインな。ヒューマンな。ニコニコで突っ込まれたやつだな。間違えて方に赤が刺したわね。指摘に言うな。さてお次は新年から稼ぎます。東西キンワイにスペースインパクト、ターフチェイサーを。上記ブソンジュニアカップにスノーアイスを使います。ここは馬券おじさんコーナーはカットでレース直行便です。中山競馬、まずは金杯のスペースインパクトです。ここはまずまずの人気に支持されていました。出た出た。相手はこのゲームでは滅法強い中山ナイトです。特使では中山フェスタと間違えられてる説があります。なあほな。さあスタートはまずまず。ここは前か中段か。流れに乗るわよ。マイネルハニー。さあ最後の直線。外進路あります。4歳初戦ものにしたいぞ。さあ手応えはどうか。粘っている。2番手ケンヤイエレガント。ちょっと苦しい。これは流れ込みって感じね。そろそろ殻を破りたいな。徐々に接近してくるザタル。中山ナイト差を詰める。マイネルハニー。さてお次はターフチェイサーです。頑張れ。ここは飛躍の年だ。芝外回り 1600m、 コンディションは良。スタートしました。ここはコースタート。出た出た。これは積極策。ルメールさん頼みます。ずっと前につけました。2番手12番ビッグウィーク、9番ストロングタイタン、好位につけています。追いすがる。さあ最後の直線。
左右からしのげるか。食い下がるエメラルファイト、4頭の激しい戦闘争い、ターフチェイサー、そこから剣闘が来ているぞ。しかししのげるか。チェイサー捕らえにかかる。サダムパテ接近してくる。パテサダムも来た。しかしこれはしのぎきる。なんしてたターフチェイサー、ここで重傷制覇。あっぱれあっぱれ。ターフチェイサー京都金牌制覇です。2着サダムパテ、3着にはエメラルファイト。ナイスラン、モーリラン。さてお次は3歳になりましたスノーアイスです。短距離路線で頑張ってます。ここは6番人気でした。相手はトロワゼトワルだな。ここは先行集団で競馬を進めるぞ。めちゃくちゃいい流れじゃないの。さあ最後の直線、4角先頭で入ってきた。さあしのげるか。うちトロワゼトワルやっぱり来た。食らいついてはいるけども。ここは粘ったけども2着まででした。まあいいでしょう。伸びるトロワゼトワル、押し切ってゴール。1着トロワゼトワル、人気に応えました。2着スノーアイス、3着にはエクセラントカーブ。賞金はいい感じでした。施設立てて。さてお待ちかね年度表彰のコーナーです。待ってました。あとよろしく。マリサも行くのよ。スピーチもあるんだから。そうなのか。ごくり。最優秀4歳以上ボバキター。最優秀短距離馬キター。シャオラ。それではマリサさん一言。明日も勝つ。心情を打つ。それ負けるやつなんよ。さて最後はスペースインパクトです。ダートに矛先を向けますな。危ないわね。危うく中身が見えちゃうところだったわ。おう。ここはまずまずの人気でした。一発あるよ。サンライズノバ、タイムフライヤーの末脚キレキレマン相手にどんな競馬ができるかって感じだな。マリサもキレキレマンよね。すぐ怒るくん。へへ、中身のあんこができまったよ。ダート 1400m、コンディションは不良。スタートしました。16頭、ほぼ揃いました。さあここは良いスタート。スタート GOB、 G1 ジョッキーかな。サクセスエナジー、すっと前に持ち出しました。2番手、6番、ここは砂かぶらずに先行。このまま進んでほしいわね。1番、ウルミラコ。7番、トシキャンディ、好位をキープ。その外、9番、アルクトス。番さあ最後の直線、おっとこれはもしかするぞ。わずかに先頭はスペースインパクト。ここからが勝負どころ。しかしタイムフライヤーか。3番手から先頭を狙う。タイムフライヤー先頭に立った。サンライズノバ、ここは離された。しかし2番手粘る。スペースインパクト、先頭勝ち馬とは差があったが踏ん張ったな。2着やらそうどうかだわね。1着3番タイムフライヤー、スペースインパクト、アドマイヤロイヤル。熾烈な2着争い。うん、2着、よくやったぞ。ダートで巧妙が見えたわね。というわけで今回はここまでです。ドリームスターの健闘、ブラック移動の受賞といい感じだったな。ターフチェイサーも頑張ってくれました。チャンネル登録と高評価もお願いします。それでは皆様、ご視聴ありがとうございました。